ここんにちは、くのですあのビジネスは2手先3手先を考えてやるものだということは繰り返しこの「気になる男」シリーズで申し上げてきました実はですね恋愛も同じです恋愛もこんなデートの提案をしてどういうふうに持っていくかそしてプロポーザはいつ頃するのかそれともいつ頃別れ話を切り出すのか2手先3手先を考えて その2手先3手先の自分のアクションに対する相手の反応も考えて徐々に徐々にストーリーを作っていくわけなんですよねそしてこちらのストーリーが頓挫したら第2案第3案というふうに打っていって隙がないように進めていく、まあ、それが恋愛の成功のルールビジネスの成功の法則ひいては人生も同じですよね今頑張って浪人してでも大学に行ったらどうなるのかそれとも 浪人するよりも早く社会に出て働き始めるのかもしくは社会に出て働く中で学ぶことの意義を見つけてそれから復学するのかさまざまな選択肢があります特に最近は大学入試に関しましては社会人入試で40代50代場合によっては60代から入学することもあり得るわけなんですよそしてですねまあ男性にとってまあ女性にとってもそうかもしれませんけども 家族を抱えながらもしくは恋人と付き合いながら転職をすることがあると思うんですよ。じゃあですよ、2手先3手先を考えるっていうのはどういうことかっていうと、自分がこの職業に転職したら、どんな反応が家族からあるだろうか、身内からあるだろうかってことは当然想定して徐々に手を打っていくわけなんですよ。仮にさ、俺がプロボクサーになろうと思ったらどうするって聞くのもいいでしょうけども、 いきなり体を鍛え出して減量しだして食料制限しだしたそしてボクシングの映画を熱心に見出したどうしたの最近ボクシングのことばっかりやってて減量もしてるみたいだけどまさかボクサーにでもなりたいと思ってるのその年でうん実はねなんとなく思ってるんだけどもプロのリングとは言わないけども練習試合だけでも出ようかなと思ってるんだそしたらあ練習試合ぐらいだったらいいんじゃないのって言うかもしれないしもしかしてね ライセンスは日本で取れないけど、海外でプロになりたいんだ。みたいなことを言い出したら、え私たちの暮らしはどうするのみたいなこともあるかもしれません。知りませんよね。その時に、大丈夫。金は用意している。不自由はさせない。その代わりに2年だけ俺に時間をくれないか。みたいなことをね、言えるかもしれないですね。そのために、この話を切り出す前に、家族や奥さんに理解されるような、信頼されるような人生を送っていけばいいのかなと思うんですよ。 逆に言うとですね、信頼関係を作っていれば、普段本当に家族に良くしてくれた、この2年はあなたの思うようにやって、っていうふうになるかもしれませんよね。そして、正確に合った仕事を選ぶのも大切なんですけども、実は仕事を通じて、また新しい体験や学習を通じて、自分の性格ってのは投与されるものっていう考え方もあります。例えばね、いきなり、 仕事、会社のセクションで自分の上司が辞めてあるプロジェクトにおいて「お前ちょっと経験あるんだからリーダーやってくれよ」っていうふうに責任者を指名されましたそしてたどたどしいことながら皆さんの協力を得ながら何とかリーダー職を宿泊しながら失敗しながら務めたとします自分には人を導いていくそんな性格はなかったんだけどやってみたら何とかできるなっていうことも 気がついたりすするわけなんですよその時に自分一人ではできなかったけども力強い参謀ナンバー2が自分を支えてくれたからできたっていうことも感じるかもしれませんよね。まあそういう中で実は自分がリーダーに向いていなかったと思うのは勝手な自分の思い込みでやってみたら皆さんからの信頼を得て次にプロジェクトがあった時はやっぱりねその実績をもとにもう一回リーダーやってよっていうふうに進められて実は人をまとめるのに自分の性格がだんだん 向いてくるってことも大いにあり得るんですよ人の可能性ってのは無限ですから性格は常に変化するんですよね性格や人格はなかなか変わらないっていう人がいますそれは変えたことがないからなんですよ何度も何度も変えられた人は全然変わりますよだってね小学校3年生の時と同じ性格人格ですか中学2年生の時と同じ性格人格ですか20代の時30代の時 いろんんなな経験やや失敗を通じて、て全く違っったた自分の性格や人格人に変わってきたはずでですよ。どううしょうかね。同じですかね独身の時の性格と結婚式からの性格随分変わったもしくは持ち合わせてなかったと思ったことが実はあったみたいなことに気づいたんじゃないですかねそしてですね職業を選んだり自分の人生を選ぶときに家族の反対があるってことは大いに考えられるんですよ。 じゃあこう考えてください。彼にも私たちはビジネスでお金を稼いでるじゃないですか。人にアドバイスを求められた時に、コンサルトまで言わないけども相談相手になることがあるはずなんですよ。その時に、家族とこういう転職のことで揉めてますっていう相談を受けた時に、あ、それは無理。俺もだって解決できてないもんっていう感じで回答を控えるのか、それともね、自分のことのように、まさに自分のことと同じですから、 答えが出ないまでも、なんとか探り当てとようと必死になっていくのか。まあ、つまりね、自分の家族に対してコンサルできてるかってことなんですよ。人のコンサルなんてやってる場合じゃないんですよ。自分の家族に対してコンサルできてるかってことですよ。ここを常に問いかけていくことで、ビジネスっていうのは実はね、一時が万時。家族に対してしていることが、お客様にしてることにイコールになってくるってことに気づくんですよ。ということはつまり、お客様に対して、 お客さん満足度100%ができるってことは家族満足度も100できるってことな,んですよなぜなら目の前にいる人をどう納得させて導いていくかってことは家族だろうと他人だろうと全く変わらないからなんですよだから困ったを困ったじゃない状態にすることについては誰に対しても何に対しても取り組んでいくべきそれに対して経験をするかもしくは経験に勝る知識を身につけるかってことになってきます そして最後になりますけども私たちは今仕事を選んだりできますよね。でもこれねいわゆる平和ボケだからでできるんですよ。平和が失われた時ってどうなるか分かりますかね例えば男は全員兵隊に行けって言われたら職業選択の自由なんてないんですよでもそうではなくても敵が攻め込んでる時に自ら自分が家族を守るためにパルチザン兵士にならざるを得ない時とか何としてでも食料を持ってくる。 補給係になならざるを得ない時とかとてもいわゆる職業ってものはそこには存在しなくなるわけなんですよね。そうした時にじゃあ自分はプログラマーしかできません自分は企画しかできません自分はこれしかできませんっていう風な余裕ありますかねないと思うんですよ。だから職業をあちこちで選ぶことに対してさまざまな葛藤やストレスや悩みがあるってことは随分ぶん 平和なな世のの中だかからこそあるのかなと思いますただだからといって平和を軽んじるものでではないです平和の世の中の中で本当に自分は何がしたいのかって選べるってことっていうのはとても貴重なことでありがたいことでもあると同時に今の私たちの現実だからですよだから戦時下と比べてもそこまで意味があることだと思えないんで何でもかんでも緊急避難な時期と比べてそれよりましでしょっていう理論ではないんですよね。 まあでもちょっと思い出したときに、あ、選べるってことは本当にありがたいなと。まあ、そういう気持ちだけは残しておきたいかなと思ってますね。はい。ということでね、今回の話短かったんですけども、気づくことがまたあれば幸いでございます。いってらっしゃい。